ロード第5弾。さあ、そして打席には足立が入ります。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが、得点圏には先制のランナーを置いています。終盤前に先手を取っていきたいですね。なるほど、そうですね。これも初球打ち抜けた、セカンドランナー帰れば先制、右中間へのヒット。さあ、さあ、そしてバッターボックスにはウィーラーが入っています。さあ、2アウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ、ここでの追加点は相手へのダメージも大きいですから。打ち上げた、ワンバウンドヒットになった。バッターランナーファーストキャンパスを蹴った。バッターランナーは2塁まで進みました。ジャイアンツ、ご覧いただきましょう。ここで見事なタイムリー、点差を広げます。まあ、そうですね、勢いがありますよ。バッターボックス足立、まあ、ここで攻撃の手を緩めずに最後まで攻め続けてほしいですね。さあ、終盤でこの点差ですが、まだまだ攻撃の手を緩めません。はい、左中間へ持っていった、ワンバウンドヒットになった。サードランナーホームイン、中継にボールが送られる、間に合うか。ファーストランナーもホームイン、ジャイアンツ追加点を。打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。宮山さん、最後は余裕の展開での勝利となりました。